また推しの回じゃーん。そううるせえ。今ので私の家吹き飛んじゃったじゃないですか。うわ、ついぶくて草。リッターあったりですって。完全に事故ってるやんけ。いや、見てみー。相手もかなり偏ってるぞ。すげー偏ってんな。では、ツッコミ不可避の試合を見ていきましょう。ということで魔王様のデータはこちらです。XP がなぜか私の2倍です。なぜかとはなんじゃ。全然力量違うだろ。あと私気づいたんですけど。なんじゃ。また衣装がダサいです。ぬか漬けにするぞごらー。なんですその頭取っ手がついて魔王バッグです。わしを持ち運ぶな。お前知らないのか。なんですそのギア、弾一発弾くんだぜ。なんですてなわけねえだろ。あら、アイスちゃん。お、なんだわしの応援に来たんかの。地面師やられるとこ見ながら賢いもんなだけだし。素直じゃないの。全国民がわしのカリコじゃと。あっと私のハートを打ち抜いていく。カッパは対象外じゃ。全国民言うたやん。てか関門突破されてますけど。くれてやったまでよ。ふん、そんな編成でわしに勝てるとでも。おっと、ツッコミは。今日もわしがいけすぎるの。意識過剰。お前に言われたないわ。あん。まあまあ私のために喧嘩しないで。あん。いっぴったり。は。いけない。なんじゃ。練習中に YouTube 見たらダメしたいですか。あらよっか。あらよっか。なるほど、超対策に攻めばな。超変映画の始まりだ。笑ってろ。てかハイドラよりチャーノが強いんですかね。わしが持ってるからそうじゃね。超人次第。てか誰じゃわしに垂れ流してるやつは。カマチョもいい加減にせい。あっとあっさりやっていく。安定のキル。やっぱチャーってこの落ち着いた感じが魅力ですよね。わしが使うことによって魅力が大気圏を超えるな。あの、一ついいですか。なんじゃ。ペペッテさんと居場所よろかぶりでじわりまさいは。同じ武器なんだから仕方ないじゃろ。またかぶっとる。でもってあちらの方がギアがいけてます。うせえわ。技と輝きを抑えているまでよ。あっとさすがのアタック。これはリードできそうですね。当然よ。このまま一気にノックアウトじゃ。さすが魔王軍強いですね。そうであろう。水着審査も通ったつわものたちじゃ。どんなオーディションしてんだよ。多少もあるぞ。イケメンは予選落ちだよな。わしよりイケてるのは万死に値するからな。なんでだよ。さて無事にリードしましたが。ふむ、このままいけるであろう。しかしここでカウントストップ。なんだと？一体何を耳打ちされたんですか？なんてせこい奴らが。わしが隠していたポエム日記で脅してくるとは。書いていたよ。恋はふっくらさんもだけ。はじめにょろきょろきで恥がここにいる。ふん、燃やしてやったわい。もっと見たかったわ。わしを脅して無事で済むと思うなよ。気流しかっこいいし。あっとカーテン越しアタック。英語並べとけかっこいいに決まっとるじゃろ。間違い日本人。なんか若い時ってやたら個性をアピールしたがりますよね。勝ったのお前も大概やで。あっと華麗なキルーが。ふ、もうワーク。あ、ちょっと勝手にワークしないでください。わしの勝手じゃろ。お茶菓子用意してんですから。ここでティーパーティーをするな。しいですよ。え、なんでイオンがこんな早く来るの？何の話じゃ。あ、ちょっと見返した。私のイオンじゃねえよ。はいはい、隙間から見えてますよ。あっとの時にキルー。変態みたいに言うな。やだな、そんなんで変態にはなりませんよ。変態さんじゃん。まったくこれだからアイドルオタクは。こう言ってんでも金子する自信がありますって言うよ。でも誤解しないでほしい。なんじゃ。別に話したくはない。どうでもいいわい。なんとかるがると思う。ワイプアウトだし。では運んでやるかの。やっぱターニーよりツードラのがきついんですかね。まあもたれそうだよな。なんか違くない。若さてさて復帰してくる前にゴールしようかの。戻ったいけるいける。わしを誰だと思っておる。エロいもんよ。あーん。待てわしを待て。最後かっこよく決めてフィナーレなのじゃ。見事にゴールで残念だったな。まあわしのおかげで勝ったわけじゃな。見事に私のハートを射止めました。それはいらなっとけよ。お前にやるよ。取り合いしないでくださいよ。お付け合いだろ。ツンデレですね。そうですね。棒だな。2試合目だー。せー。これ伝統行事にしますか？絶対しないわ。さて今回の編成は。サンチャー。バカなの？何やっとん？ヤグラならまだしもここでサンチャーって。バカなの？二度言うなし。は？なんだ？あれはもしかして強いサンチャーに守られたやんってお前が言ったから。その予行演習なのでは？うん。違うな。これはマックを誰がおごるかという熱い戦いなのじゃ。数できそうな。じゃ私もデッスーで参加し。無償だからやめろ。あとまずはチーズバーガー。もぐ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 。まだ勝敗決まってねえだろ。細かいことは気にするな。さて次は何を食べようかの。見ながら試合すんな。てかお主です。また YouTube 見てたよな。と思ったら。いや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 。あとはマンゴー軍の照り焼きバーガー。こっそりピクルスを挟んでおいたぜ。照り焼きには合わなくね。魔王ワーク。あまた勝手に。魔王だから当然じゃろ。本当に活躍しなかったんだな。うせえわ。あとイケメンキルーグアタンな。でもまだ一匹潜んでますね。ふふ。かわいいもんよ。おっとそしばしでやってやる。私もできるわ。ほんとかよ。ワイプアウト。ふむ。さすがわしの下毒。仲間だろ。ただここで終わっては味気ないもん。まだキルし足りないし。さあ魔王様の願いが届いて4度まりです。試合だよ。でもちょっとそこ場所が悪くないだけしかいないぞ。まあ見ておれ。あっとさりげないキルーと。しかし現場には魔王しかいません。これはかなりきついんじゃないですかね。そうですね。なんでだろうな。高みはかなりの対応が必要ですね。しかも向かってきたのはコンコロに非常にコロコロします。どういう回答？あらよっと。あっとお前。ゲットを意識しつつも確実に仕留めていますね。今日のところは許してやる。先ほどの瞬間、あっとそこへ。めんどくさいですね。あやだやだ。負けすぎはロタ。そして相手の数が不明です。ここ？甘え。しかし魔王の一撃。おそらく母ちゃんで慣れているんでしょう。まったく次から次へと。魔王様、なんじゃ？近距離で勝たれたら単射性の人権がありません。当たっちゃうんだから仕方ないじゃろ。まあ注射性ですけども、サードキノコの山でいい。憧れ皆さんに差し入れです。まあ、おかぼさだからおかしパーティーすな。わしのイケメンプリを見逃してしまうじゃろ。かしっとれ。
わしが来てやったぞ。じゃあお買い物頼めますか。断る。あら、ここなんて珍しいですね。保護所があった方が有利だからな。その先生じゃな。アイスちゃんはカスタードさんのお見送りに来ましたよ。できてるな。できてねえよ。あら、おまじりで。わしが気になって仕方ないんじゃな。脳室取って治んねえよな。どっちもどっちやで。さあ、人数有利ではありますが、上り坂がきついですね。そんなあなたに魔王印のグルコサミンを始めた。暗い坂道や階段も何のその、視力が2倍になる特典付き。かくいう私もちょっと前までトイレにも行けなかったのに、今では登山も何のその、毎日一粒飲んでただけなんだけどね。聞いたことあるくれ。お申し込みは今すぐ。今なら悪魔の手の状態は不明すぎんだ。いや、グルコサミンの力は偉大ですね。まあわしが強いだけなんじゃが、グルコサミンマジ最強がすぎる。さて、魔王様にもらったのはこの2試合だけなんですけど、秘蔵のデータ出していいですか。何それ。ぬおこれはなんかすごい馴染みのある名前が。私です。こないだのオープンのではないか。そうです、魔王軍にお邪魔させてもらったやつです。懐かしいの。データがなかったら使おうと思ってた秘蔵っ子です。ないだ。結局立て続けにデータが来てお蔵入りだったんだよな。すいませんね、すぐ無双しちゃうんで。強ではタイムスリップしてみようかの。あんま覚えてないけど。これね、これよく見ててくださいね。なんかしたっけ。右下に可愛いパンチョスがうろうろしてるじゃないですか。なんかだからこれ何したらいいかわかんなくて金魚の糞してんですけど。何しとん。とにかく敵を減らせ。これです。あ、何が。このキルじゃねえ。私のハートを撃ち抜いた瞬間でもいいがな。敵はどこかな。聞こえないふり。でも先生的にはなんか良さそうだな。戦力を補うために精鋭部隊を連れてきたからな。あーと、さすがの戦力がな。イケメンすぎてしびれるよ。星座してたん。星座見てたんですか。すげーよ。星座を見ながら星座するという実に面白いですね。どこが。赤いパンチョスが狙われる。もうちょっと早く助けて。安心せい。戦力は変わらん。何言ってんですか。魅力ですが魔力ではないですよ。魅力が魅力すぎなんよ。マウワーク。あまた勝手に。ふふ。まあ見ておれ。あ、骨折。はあ。なんでやねん。ちょっと何も見えなかったですけど。しぶきがあったけど。66.0。ちょっと私の眼球と交換します。怖いこと言うな。ラガンダとイチゴとチェリーの見分けがつかないんですよ。それだけだよ。てかなんで早送りなんじゃ、なかなか楽しいではないか。何言っちょる。通常の試合もこれでいいぞ。でも感がついてけません。今でもついてけないのに。てかやぐらがかりはどうした。右側でわけわかんなくなってます。少しは役に立てえか。ああ、素敵よ。1000円なら得意です。1000円のがありがたいわ。ああだ、みんなでドンタコス。固まりすぎでね。コーヒーカップじゃ。スモールワールドじゃないですか、ね。いや、経路と言うても。でもいいよ。じゃ、出張するからやぐらはシュシュしろよ。おいこらパンチョスね。絶対を裏切らないカッパ。お主一体何ができるのじゃ。そうですね。ぬいぐるみに挟まれて、満員電車ごっこでさ、確実にいらんやつ。お主のせいでやられたではないか。人のせいにしてるうちはまだまだですよ。お前に言われたないわ。あーっと、安定のキル。あれ、私を呼んでます。お主は呼んでない。てかなんで敵が来るってわかるんですか。まあ魔王だから。そうやるな。はい、来た魔王ワーク。あ、ちょっとおやつの時間なのに。お主は食いすぎじゃ。訪問販売お断り。お断りすな。お返しもうす。お返しすな。てかルナちゃん倒してんじゃねえよ。お前知らないだろ。初対面アイスワーク。なんでお前がやるのじゃ。やったんで。せっかくの素っ裸変身シーンは。そうなんねえよ。てかすげえ進まれてんじゃん。気のせいじゃねえ。気のせいではない。人体制を整えるかの。パンチョ死んですし。その報告いらないです。とまあ、ザレ事はこの辺にして。あとこれはまぐれでは。まぐれじゃねえし。あらよっ。妖霊さんの犠牲に。人数有利だからいいじゃろ。妖霊も足のいけっぷりに涙してやる。泣いてたけど。何これ。いい竹を渡すな。はいはい、次の犠牲者は。おいパンチョス、それは足の獲物やで。やめてくれていいのよ。おい来たどん。私のためにわしのキル数稼ぎじゃな。てかお主やぐらに乗らんのか。乗ってもやられ。乗らなくてもやられ。そうじゃな。ただいま自分探しの真っ最中。全力で迷子なんだな。じゃ、敵全員倒しといてよ。イケメンが頼もしすぎて嬉しいんです。効果音違くね。いやー、みんなに守られてるこの感じ最高だ。勝手に死なないで。では魔王のせいで全滅しちゃったじゃないですか。鼻に玉ねじ込むぞ。お前さっき人のせいにするなって。あ、ちょっと何言ってるかわかんない。マナーで言うな。お、なんだまた高速スプラかの。気に入っていただけたみたいなんで。はははは、脇肉踊るわい。今ならフォータグ8連発できそうじゃ。キルしてないから高速なんだがね。やめたいな。オラ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 、全わしのおとおりじゃ。やぐらは渡さん。おい、誰だわしにぶつけたやつ。タンコブで身長伸びたやないか。あ、ちょっと押すなし。これ以上進めたら絶好だからね。オラー、吸わない帰れ。ただのゴリ押し。もう、急に迫られたら困るでしょ。謎の女子高生か。はいはい、渡しませんよ。てかなぜにこんなことなっとんねん。おそらく誰かがひどい立ち回りを。該当者一人しかいねえだろ。妖霊さんはそんな人じゃないわ。お前だよ。みんな知ってる。よく人の名前出せたな。でも私ローラーに惹かれても気合で耐えられるんですよ。それこの前見た夢だろ。そうですけど。しかも別にローラーいねえし。でも私の念力で3億ですよ。何をしとらんだ。だから念じてただけです。みんな頑張れ。ある意味すぎだよ。カッパーフィールドラのバリア。そのままヤグラを守っとれ。あれだ、誰か来た。3人で援護してやるから安心せえ。なんて心強いお言葉。では失礼して、ちょっと守って。うん、なんか用見えんかった。だけ魔王。まあまあ、あとはわしがなんとかするから。栄養で勝ちだな。私を待たずに終了です。余裕だな。何この人たち。みんなすげえな。はい、ということでリッターさん試合いかがだったでしょうか。全わしがイケメンだったな。そうですね。上手い人が持ったらもう諦めるしかないですよね。見れないな。リッターってロマンですよね。もうハートにすな。ということで、アオリさんもリッターたしてたんで。そうだったかな。イケメンプリを見ながらお別れです。なんでこんなに当たるんでしょう。そうじゃないからだ、ね、そうだな。試合にリッターで来る人ってすごいなっていつも思います。小物感。ではでは、上手いリッターを敵にしないことを祈りつつ、今日も一日しゃかりきでいきましょう。ご視聴ありがとうございました。良いスプラを。次回はアイスちゃんです。お楽しみに。